皆さんこんにちは、手帳の時間です。今回は手帳の使い分けについてご紹介します。今使い分けているノートは合計4冊です。先日手帳の使い分けについて見直しをして、ちょっとした発見なんかもあったので合わせてご紹介できればなと思っています。まずは簡単にノートや手帳のご紹介からです。左がメインで使っているアーチャー&オリーブのノートで、夢を叶える手帳として使っています。右側が無印良品のダブルリングノートで、アイデアノートとして活用しています。続いて左側がまたまたアーチャー&オリーブの手帳で、何でもノートとして活用しています。右側が無印良品のマンスリーノートで、こちらは毎日日記を書くために使っています。メインの夢を叶える手帳はバレットジャーナルとして使っています。仕事とプライベートはこの一冊でまとめて管理中です。今私は3人の子育て中なんですが、家で仕事をしているので、バランスよく仕事ができるようにバレットジャーナルをフル活用しています。ちなみにこちらが先日手帳の使い分けについて見直しをした手帳会議の様子です。バレットジャーナルは自由度が高いので、思いついた時に書き込むようにしています。このページを少しご説明しますね。今使っているノートとか手帳のいいところとか悪いところを書き出してみました。目的別に見てみると、夢を叶えるために使っているノートが2冊。バレットジャーナルと無印のアイデアノートです。そしてリラックスするために使っているノートが2冊。何でもノートと無印のマンスリーノートです。で、今すごく気になっているのがシステム手帳です。システム手帳は入れ替えができるというすごいメリットがあるので、家計簿とかワークシートとか年間管理で使っていきたいなと今考えています。もしいいものが見つかったら動画で皆さんにご紹介しますね。おさらいすると、リラックスするために使う何でもノートがこちら。夢を叶えるためにアイデアを広げるための手帳がこちらで、最後が絵日記でリラックスをするための手帳になっています。それぞれ中身を見ていきましょう。まずはメインの夢を叶える手帳パレットジャーナルから中身を見ていきます。この手帳は私が大好きな海外の YouTuber さんが使っていた手帳で、憧れて買ったものです。日本では販売されていないので Amazon とか楽天にはないです。自分でアーチャー&オリーブのサイトに行って購入する必要があるのですが、もし気になる方は概要欄にそのサイトを貼っておくので見てみてください。割引クーポンも一緒につけておきます。私もまたこのサイトを使って3冊追加購入をしたので届くのが楽しみです。皆さんにもご紹介しますね。このノートも残り少なくなってきました。私がこのノートを気に入っているポイントは、可愛くてドット方眼ですごく書きやすいということ、あとは紙が真っ白で紙がすごく分厚くて裏写りしないということが大好きなポイントになっています。毎日使うものなのでテンションの上がるものを選んでいます。続いてリラックスするために書いている何でもノートの中身を見ていきましょう。私はイラストを描くのが好きなんですが、描きたいものがコロコロと変わってしまうので、何でもノートと名付けてこのノートを準備してみました。何でもノートなので、絵の具を使ってもいいし、黒ペン1本でもいいし、何をしてもいいので、すごくリラックスできて楽しいです。先ほどご紹介したように、アーチャー&オリーブのノートを使っているので、紙がすごく分厚いんですね。なので、裏写りをしないので、どんなペンを使ってもストレスがないです。絵の具でイラストを描いたり、枠のデザインをまとめたり、新しいペンを買ったら、カラーチャートもこちらで管理をしています。本当に何でもありです。メインのバレットジャーナルと違って、こちらはもう 100% リラックスするために使っているので、メリハリがついてとても良かったなと思います。自分の好きがいっぱい詰まっているので、後から見返しても楽しそうですよね。ちなみにインスタグラムではこちらの何でもノートの発信をしています。簡単にトトロの書き方を書いて、マンスリーの活用例を書いたり、そして色付きのイラストをちょっと書き加えたりして発信をしています。こちらは簡単ミッフィーちゃんの書き方です。たくさんリクエストをいただいているので、できればリクエストにお答えして書いていきたいです。この YouTube チャンネルでも可愛いイラストの書き方だったりたくさん発信していきたいと思っているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
そしてもしもリクエストがあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。難しいイラストじゃなくて日記とかに描ける簡単なイラストになっているので、ぜひ一緒に描いてみてください。次は無印良品のダブルリングノート、ドットホーガンのノートの中身を見ていきましょう。このノートは紙質がすごく好きでリピートしているノートになります。メモを書き留めたりアイデアを広げるときに使っているノートです。聖書をする前に練習用のノートとして使うこともあります。本当は人に見せられるような綺麗なノートじゃないので、ちょっと公開するのをためらったんですが、これが実際の手帳の中身になります。空欄も多いし字もぐちゃぐちゃだし、でもこれがリアルです。このノートは後から振り返ることはほとんどありません。いつもリピートしていて、このノートで多分7冊目ぐらいだと思います。こちらはイラストの配置とかイラストの色を入れた感じはどうだろうということで書いてみたものです。最後は無印良品のマンスリーノートの中身をご紹介します。私は毎日絵日記を書くのが好きで、 YouTube でもその書き方だったりを発信しているのですが、こちらのノートもすごくリピートしているノートになります。すごく安いですし、枠の大きさだったり薄さがお気に入りで使っています。皆さんは日記などは書いていますか？私は詳しい日記を毎日書くのは苦手で、でもこんな風に一マスの中にちょこっとイラストを書いて日記を書くのは大好きです。こちらは YouTube で発信する用のマンスリーノートですが、実際自分がプライベートで使っているマンスリーノートはこちらです。毎日コツコツ書くこともあるし、2日に1回、3日に1回の日もあります。書かない日ももちろんありますが、楽しんで続けている毎日絵日記です。プライベートの方はあまり色を入れていません。色を入れるとちょっとハードルが高くなってしまうので、黒ペン1本か、もしくはその月のカラーを決めて書いています。これが私のノートの全てでした。ここからはちょっとしたおまけになるのですが、手帳を使い分けていてもどうしても可愛いノートを見つけちゃうと買っちゃうんですよね。私の場合は先日ルルバーンのこの可愛いノートを買ってしまいました。使い道はまだ決まっていませんが、付属してマスキングテープやシールを一緒に買ったので、どんなことに使っていこうかなと今迷っています。手帳を使い分けていても使いたいノートがどんどん出てくるし、皆さんはそんな時どうされていますか？もし素敵なアイデアがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。ルルバーンのこのノートはクリームカラーというのがとっても可愛いですよね。ルルバーンを使っている人の気持ちがすごくよくわかります。ということで、今回は私の手帳の使い分けについてご紹介をしました。まだまだ改良したい部分はたくさんありますが、今現状はこの4冊で楽しく手帳が使い分けられています。この動画が少しでも参考になったよという場合は、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。